星総一郎のレトロゲームサンデー。はい、皆さん、パッピー星総一郎です。はい、日曜の朝、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今日はね、ゲーム実況の回ということで、今回はね、おっと、もうエグランチャーに表示されておりますが、ファイナルゾーン日本テレネット X1 版やっていきたいと思います。これね、実はね、僕好きでした、昔。僕もね、 X1 でねプレイは しましたけども、あの時はね、でもね、結構むずくてちょっと挫折した記憶があるんですよ、僕ね。すごい好きなゲームではあるんだけど、音楽とかもかっこいいし、グラフィックもねかっこいいですよ。キャラのグラフィックとかいろいろかっこいいんですよ。まあまあ見てもらいましょうか。じゃあやっていきたいと思いますよ。ちょっと待って、読みます。説明。ファラオ軍の最終兵器を破壊すべく5人の精鋭が集まった。弾薬は現地調達か。休息の暇なし、究極のサバイバルアクション。おお、これまたレトロ PC ゲームのね、感じますよね、このなんか鬼畜仕様的なもの。まあ僕やってるんですけど、昔でも何十年ぶりなんでね、その思い出が正しいのかどうなのか、もしかしたらね、ザナックルみたいなことがあるかもしれないからね、わかんないですよ、わかんないです。実際ね、どん底に叩き落とされるかどうなのかっていう。フルスクリーン、じゃあやっていきますよ。パッと、あ、来ました、テレネット。あ、ウルフチンプレゼンツ、かっこいい、このエンブレムかっこいいですね。ウルフチームな感じ、懐かしい、久々。いや、テレネットとね、ウルフチームのゲームめっちゃ好きだったんでね。いや、懐かしい。そう、テレネットといえばこのね、美麗なビジュアルシーンから入るゲームが多かった。ね。ザム、あ、これ読めないやつだ。そう。これもうあれだよね、なんつうの、演出がすごい映画っぽいというか、ね。このグラフィックが、こう動いてて、この何でしょうね、何かこの好奇心をね、こうくすぐる演出、この BGM とそそられるね、この後の展開、何が待ってるんだっていう熱い展開をこう期待させる。カール・ジョーなんだっけ、あれ主人公ではない、ちょっと名前が違うか。ダコダ・ボンバー、なんかいたな、いたな、いたな。全然読んでなかった、今。全然読んでなかった。リン・モモコ。ああ、リン・モモコって名前だったか、あの女の子。可愛い女の子いるんですよ。東洋系の美女、ナイフを使わせたら右に出るもないね。おお、いいっすね。最後にこの4人を統括するのに最適な人間として。リーダー、来た、これこれこれ。特殊行動隊隊長。ああ、名前言えなかった。ハワード・ボーイかな。うん、そして、これが後に伝わるファイナルゾーンの幕開けとなる。後に伝わるのか、ファイナルゾーン。じゃあこの時はファイナルゾーンって言われてなかったのね。後なのね。後にファイナルゾーンなのね。さあさあさあ、この後です。この後タイトル出てかっこいい音楽きますんで。来た、かっこよくない、これ。憧れた、憧れてやったもん、この頃は。もう X1 を手にしてからね、もうやりましたよ。かっこいい曲、かっこいい、やっぱさすがです。うん、かっこいいなぁ。いや、好きなんですよ、こうテレネットのね、この頃のゲームめっちゃ好きで ね、曲、音楽も好き。僕のね、作曲のルーツにもなってる小伊勢さんの音楽。そうなんですよ、僕は小伊勢さんの曲とファルコムの曲とかがね、僕の音楽のルーツですよ。いや、かっこいい演出、もう全く読めないけど、この英語はね、なんか雰囲気だけで楽しめるっていう。ファイナルゾーン、ウルフ。これぞレトロ PC ゲームのアクションゲームっていう雰囲気をめちゃくちゃね、醸し出しておりますよ。うん。ロゴもかっこいい。でも音楽とかかっこいいかも、聞いちゃうんだよな、すごく。
こうプレイもいいんだけど、こうテレネットのゲームとかこう曲を聴いて満足しちゃう節がある。ミュージックモードとかもあったりしたからさ、よくゲームによってね。そうなんですよ。ちょっとでも、ちょっとゲーム行きましょうかね、これ。飛ぶのかな？あ、飛んだ。飛ぶけど、ほら、最初のね、なんつうのかな、オープニングとはまた別のこのミッションのスタートするときのムービーパートというか。ほら、喋ってるもん。アニメーションしてる。口、まあ、口だけだけど、こうアニメーションしてる感じがすごいね。新鮮でしたよ、当時。そう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 。パソコンゲームでなかなかなかったからね、ほんとね。この辺の演出、アニメ的な演出をしてくるゲームって。いや、なかったよな、ほんとな。まあ、アドベンチャーゲームはね、まあ、あったんですけど、いろいろ。お、いい加減してよ、二人とも。ここは戦場なのよ。さあ、説明して。読んでなかった、いろいろ。おっと？なんだ？何が今？何か落ちた音がしたけど、よくわからない。うん。大丈夫です。あ、全然関係ないヘッドホンが、遠くで落ちてました。大丈夫でした。ジョーカーを引いてしまった。あ、途中全然読んでなかったから。今回のポイント1。私がさせてもらう。おお、かっこいい。謝ってもらっては困るな、ボンバー。あ、これダコダボンバーか。これ誰が喋ってるかわかるね。これリップシンクあるからね。リーダーを立ててくれております。この。うん、で？ちょっと話が見えないぞ。お！これはマップですよ、このゲーム中の。いいですね、このミッションクリア型の。何ですかこの怒り。アーケードゲームのこの怒り的なやつ。怒り的なやつも知らない人が聞いても全く分かんないと思うけど、そういうゲームがあるんですよ。これ結構ね、最初のミッションスタートまで長かった気がするんだよな。これもう何だろう、もう読み損なっちゃったからよく分からないから、もう行っちゃっていい？みんな読んでる。あー、大丈夫だ。もう来た来た。セレクトメンバーNow! セレクトザメンバーズ。これ3人選べんの？で、こうボーイ選ぶじゃん。隊長選ぶやん。で、この、ももこちゃん来てほしいね。ナイフ使いの。で、こいつなんかすごい偉そうに言ってたから、こいつ連れてきましょうか。ね。あ、最後にボーイを選べばいいのこれ。よし。いきますよ。さあ、まずは、さあ行きます。3人並んでます。さあ、急にゲーム画面来て、なんかよくわかんないけど激しい、ちょっと激しい。こうキャラちっちゃくてわかりづらいけど、あ、待って、上のパワーっていうのが体力？これ待って、最初どうやんだこれ。これ連射ではないか。ちょっと待って、もう当たってるのか当たってないかわからん、自分がこうやられてるのかやられてないのか。あ、いや、パワー減ってる、やられてる。あ、ピンチの BGM になりました、これ。最初タラララーってこうかっこいい BGM だったんだけど、今ピンチになった BGM に変わっております。で、左のマップで赤いとこは自分ね。あ、これ進まないぞ。これ自分で進む、スクロール進ませるシステムなんだけど、ここ進まないからなんかやんないといけないってこと？どうするんだ。手榴弾どうすりゃいいんだこれ。あれ、仲間死んでるよ。デッド仲間二人でデッドだ。これどういうこと？あ、死んだ。死んだのかなこれ。ちょっと待って、よくわからないな。いや、よくわかんないの、ファイナルゾーン、正直。ゲーム。慣れないと。僕も久しぶりだから忘れてました。そう。テレネットね。なんとね、エンディング、このバッドエンドでエンディングとかあんのよ。すごくない？なんかそれを見てもなんか、楽しめんのよ。なんか雰囲気に浸れるっていうか。これもだってさ、なんか良くない？すげえ、いきなり一面でさ、バッドエンドでやられちゃったけど、ほら、この曲もいいし、なんかエンディングを味わえてる。ある意味。バッドエンドだけど。ね、雰囲気いいし。
なんか普通に曲いいからクリアしちゃったのかなみたいな錯覚すら覚えるよ。なんか良くない？哀愁も漂ってこのグラフィックとともにさ、なんかやった感があるんだけど、いきなり死んだけどさ、いい曲なんか聞いちゃうな。とりあえずとりあえず聞いちゃっていい？とりあえず最初、うん、あ、いいわ。ゲームは全くよく分かんなかったけど、とりあえず、いや昔やったんだけどね、昔もね正直あんまよく分かってなかったあんまよく分かってなかった。ファイナルゾーン、そう、なんかこのゲームのね、音楽だったりこうキャラクターだったり、そのなんか設定とかのかっこよさに浸って楽しんでたゲームだったから、肝心のゲームの方そんなに実は楽しんでなかったんだよね昔。うん、肝心なゲームを楽しんだのはバリスとか、そっち無限戦士バリスとかはもう完全に全てゲームとして楽しんだけど、ファイナルゾーンはね、まあちょっとバリスよりちょっと前の時代なんだけどさ、ちょっと憧れのレベルで終わってたよし、再チャレンジします。いきますよ、いきます、いきます。ちょっともう一回このメンバー生かして、ちょっと一回、もうねメンバーとかの問題じゃないから、とりあえずもうこの今の段階はまだ行くぜ、行くよ。これ自分がよく分からんのよ、これ避けられんのか避けられないのかよく分かんないの正直。あ、引っかかってる。さっきあの画面で止まってたのどうすればいいんだろうな。ある程度の敵を倒せばいいってこと？よくはこの3人フォーメーション並んでて、それもよく分からなくさせる要因。うん、これ慣れないとね。いやでもグラフィック細かいし、なんか雰囲気は好きなんだけど、めちゃくちゃ。あ、死んだ、モモコ死んだ、あ死んだ、ボンバーも。え、さっきより早くね、俺たちやられるの。あれ早くない？あれなんでだろう。みんな何が行われてるかわかる？俺はね、わかんない。何が行われてるのかわかんない、俺。何が行われてる？これ。いきます。ファイナルゾーン久々にやったけど、うん、思い出的には間違えてなかった。こんな感じ。よくわからないっていう思いで進むよ、こうなったら。とりあえず進もう、進んじゃおう。